寒いっすねほんまにもうクリスマス寒波やとかって言うときね、今年はホワイトクリスマスになるんじゃないかっていう話をしてたんですけど、はいはい、大阪は市内はそないにね雪降ることもなかったんですけどもね、はいはい、もう寒いのは嫌やなと思うんですけど、はい、うちの子がね、はい、最近嘘つきよるんですよ、はい、で嘘言っても大したことない嘘なんですよ、はいはい、なんかあの弟のもん隠してみてね、はいはい、どこやったやろうたらちょっと知らん、まあ遊びが半分やと思うんですけどね、はいはい、知らん言うてみたりとか、学校でテストあったからちょっと見してみ言ったら、いやそんななかった言うてみたりとか、まあそんな可愛らしい嘘なんですけれども、うん、嘘はついたらあかんやろうという話をね、うん、最近ようしてるんですよ、うん、でクリスマスですわ、サンタさんですわねえ、まあうちはねサンタさん来ないんですよ、嘘はついたらあかんので、うん、はい、まあそれぞれいろいろあっていいと思うんですけれども、うん、で最近でこそこうマンションですから、うん、まあ、サンタさんどっから入ってくるんやろうと思うんですけど、うん、煙突から入ってくるとなるとね、うん、またそんな誰でも入れそうな家住んでたら怖いやんけと思ったりもするし、うん、まあそういう部分でね、サンタさんうちはもう来ないという話で嘘をなしにしてるんですけれども、うん、まあそのサンタさんが来ないからといってクリスマスが来ないわけでもないわけですし、うんうん、せっかくクリスマスやから、うん、なんかご飯でも食べに行こうかっていうことになりまして、うん、で焼肉がいいと、うん、で焼肉屋さんに行ったんですよ、うん、で今流行ってるなんか食べ放題みたいなんですねで昔の食べ放題ってしょうもなかったんですよ。なんかもうペラペラの肉が何枚か貼ってそればっかり取りに行かされたりとかしてたんですけど、今のってもう通常に頼めるメニューの中から普通にこう出てくるんで、まあ、しっかりしてるなっていうのもあってで行かせてもらったんですけど、2時間制なんで、で2時間制になりますと、で1時間半がラストオーダーになりますので、うん、またその時声かけさせてもらいますっていう話をしに来たんですよ、うん、その時にその下の子ね1年生の子なんですけど、お父さんなんて言うてたんって言うから、うん、いや2時間までやっていう話をしに来たんやって言ったら、うん、え2時間も食べれんの家で2時間も食べとったらお母さんにめっちゃ怒られんのにないや確かにそらそやなとまあね、家ではね、早く食えとかっていうしつけもそうですし、もう足の持ち方であったりとか、なんか肘つくなとかそういうことも一応言うてるんでね、うん。で、そういう部分で言うと、兄ちゃんがね、小学校の1年生か2年生ぐらいやった時にもね、うん、同じようなことっていうか、立ち食うどんに行こうかと。ほうほうほう、もう何気なしに駅の立ち食うどんに入ろうかって入った時に、うん、お父さんこれどこ座んのって言うから、立って食うねや。いや、そんな家やったらめっちゃ怒られるやん。確かにそらせやなとそういうこともいっぱいあんねんなと思ってたんですけれども、うん、まあ焼肉屋さんしっかり普通にこう注文してね、うん、でしっかり食べれるんで良かったんですけれども、うん、一つ気になるのが、うん、もう30分前になりましたら、うん、確実にラストオーダーなんですよね、うんうん、でラストオーダーが来たら、うん、もう飲み物も全てラストオーダーですと、うん、まあルールやから、うん、仕方ないんですけれども、で、飲み物は飲み放題になってるんで、うん、グラス交換制ですと、ね、交換制なんで、もう30分前から言うたらもういっぱいしかないわけじゃないですか。飲みたい時って30分でいっぱいで足らんでしょ。それはちょっと何かしてくれへんかなと思うのと、あとデザートアイスとかそういうふうなところまでがラストオーダー30分前ですと言われるんでね、でそうなるとこうアイスも食いたいから注文はしたもののまだ肉残ってるしちょっと冷麺も食ってみたいしという時にアイス溶けてまうやんけと、もうそれだけがね、もうほんで僕も一応アイス、子供らもアイスって言うんで僕もアイスアイスと思ってアイス一応頼んでたんですよ。で起きながらこっちで冷麺とか食うてる間に僕のアイスをこっちで子供ら二人が狙ってるわけですわやっぱりね、僕が食う頃にはもうその綺麗にそのアイスもなくなってましたし、まあしゃあないなとは思うんですけども、まあその辺もねちょっとこう考慮していただけたらもうちょっとその食べ放題も充実していくんじゃないかなと、誰やねんという話ですけれども、そういうことでうちクリスマスは
サンタさんは来ません来ませんって言ってたんですけどね、とんでもない、今回珍しく、たまたま、友達が遊びに来ていただきまして、で、その時に、その、友達が、もう、サンタさんをしてくれはったとか、うちの子、ワンピースが好きなんで、ワンピースの服を持ってきてもらったんですよ。もう、それで大喜びですわ。まあ、焼肉は食えるわ、サンタは来るわ、サンタって言うても、女のサンタさんでしたけどね。そういうことで、これからも黒池では嘘はなしに生きていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。